吉田さん、お疲れ様です。金運財布で金運を本当に呼び込めるんですよね。でもこれは金運財布を持ってる人にしかできない方法だと思います。まあでも言葉を広げればね、金運財布じゃなくてもこの黒い財布はまあとってもいい財布なんですよっていうプロモーションもいろんな種類でできると思うんで、まあ情報にどういうふうな付加価値をもたらすかでしょうね、きっとね。最近ね、その消費税がまた上がるよみたいな論争があって、まあ、ちょっと待ってよ、勘弁してよって話になってるんですけども、じゃあ消費税がね、なんで素晴らしい税制なのかっていうことを説明できると、もしかしたら消費税を嫌だって言ってる人に消費税いいねって思わせることができるかもしれません。まあ私は消費税なんて嫌ですけどね。でも無理やり理屈をつけるとすると、消費税もみんなのためになるんだよとかね、消費税があることによって別の財源っていうものが発生せずに済んでるんだよという変な言い方もできるわけですよ。まあこの口八丁手八丁なんでしょうかね、きっとね。はい、まあでもね、この億万長者合宿のやり取りずっと続けていて、やってなければ生み出した売り上げは0円ですけども、やることによって生み出された売り上げっていうのはやっぱ計り知れないなと思いますね。やっぱこの億万長者合宿のリレーを通じて、まあ速稼塾に入塾していただいたり、ドリアカの商品を買うきっかけになったりとか必ずあると思いますんでね。まあ、だから多くの人が行動する前、もしくはちょっとしか行動しない時にその価値にね疑問を持ちますけども、まあ行動量が少なければそれはやってないのと同じぐらいの効果しか生まないよねってことなんですよね。だから手数が少ないうちに何か勝負がつくと思っちゃってるのかなと思いますね。でも手数が少ないうちに勝負がつくような積み上げを今までやっていればそれはいけると思うんですよ。でもやっぱね、堀江さんの YouTube の話とかよく思い出します。私もね、堀江さんのメールマガジン最初から撮っていて思うんですけども、途中で YouTube、 堀江さんのね YouTube 始まるんですけども、最初の再生数ほんとひどかったですからね。チャンネル登録も全然進まなくって、でもすごくいいなと思うのは、そのメルマガの中で Q&A コーナーがあるのを抜粋して YouTube で語ることによって、 YouTube からメルマガに気づいてメルマガに登録する人、それからメルマガの読者さんが当時1万人ぐらいいたんですけども、その中で YouTube チャンネルを紹介すると、今度はねメルマガしか撮ってない人が YouTube に行くみたいな流れが起きてるんですよね。でトータルで堀井さんが言ってたのはすごく勉強になると思うのがね、やっぱメルマガ読む人って勉強熱心な人なんだって言ってました。だから YouTube のチャンネル登録がおおむね200万人だとしたときに、そのうちの 1%、 2万人ぐらいしかメルマガ読まねえよって言ってましたね。つまりは頭が良くなりたいって思う人は全体の 2% で、あとは楽してなんとなく賢くなった気でいたいっていうね、まあそういうふうな学びというよりもエンターテインメントっていう面で堀井さんの動画を見てるんだろうなと。だからなんかね、こう稼ぐこととかお金のこととか世の中のいろんなからくりとかに興味がある人を堀井さんフォローしてると思いますけども、自ら情報を取りに行きたいとか文字を読みたいっていう勉強熱心な人って本当 1% ぐらいしかいないっていうことが、私もなんとなくね自分の活動を通じて、そしてまあ様々なね、結果を見て思いますね。私もね、だから堀江さんの動画をよく見るんですけども、メルマガは読む頻度落ちましたね。そう考えると、ああなんかちょっと迂闊になってるなと思うところもあるんで、これからもね堀さんのメールマガジン、その他文字で学ぶことをやめないようにしていかなきゃいけないかなっていうところですね。はい、じゃあ今年はね、もっともっと読んでいこうかと思います。リード&リード&リード。いってらっしゃい。